まあ、石垣市は今石垣島と尖閣諸島行政区域に抱えている市なんですけども、まあ、八重山地域といいまして、まあ、沖縄のまだ南、もう日本の最南西端、石垣市と竹富町、そして与那国町で構成されている地域の、まあ、メインになる島ですね。経済とかまた学校とかも含めてですね、この地域の中心となる島で構成されています。で、石垣市はメインの産業は観光が今一番伸びてまして、新石垣空港が3年前に開港しましたけども、開港以来順調に伸びてきて、今現在年間120万人近いお客様に来ていただいている、まあ、観光の島です。で、島の観光以外の産業は農業と漁業が主になってまして、農業の方ではサトウキビ、パイナップル、マンゴー、そして畜産の石垣牛ですね、牛の方が生産が伸びている地域です。で、漁業に関しては周辺の海域での漁業になりますけども、本マグロとかまたミーバイといいまして、沖縄の高級魚一本釣りとかで釣れるような産業があります。で、あとモズクとか海ぶどうのような養殖漁業も盛んになっている地域ですね。まず一つは尖閣諸島が日本の固有の領土ということをまず確実に PR しておかないといけないと思うんですけども、1895年に政府が閣議決定して以来、まあ、沖縄県の管轄であり、まあ、石垣市の管轄ということになっています。まあ、それ以降実際に日本人がその島で漁業をしたり活動工場を作ったり生活もしていましたので、我が国の領土ということは紛れのない事実なんですけども、まあ、その後、まあ、中国また台湾等が、国連のですね、海洋調査の中で石油があるんじゃないかという話以来領有権を主張し始めております。で、皆さんご存知のように、中国漁船の海上保安庁の巡視船への体当たりがありましたけれども、まあ、それ以降国有化という動きがあって、その国有化を進める中でですね、まあ、中国が海洋調査船とどんどん尖閣諸島周辺に派遣するという事態になってまして、現実問題として石垣の漁業者が尖閣周辺で漁ができないという状況になってます。私は上陸したことはないです。まず最初はですね、私も政府に対して当時ですね、上陸の許可をお願いしたことがあります。それは尖閣諸島自体が個人の所有であって、それを国が借り上げている状況だったんですけども、まず上陸する名目としては固定資産税の調査、それは行政を預かる庁としては調査する権利がありますので、それを名目に当時の政府に上陸申請をしたことがありますが、まあ国の方からは人も住んでないし形状も変わってないので特段現状変化ありませんということで、上陸の許可できないということでありました。まあ、その後国有化になりました。で、当然国有化になった後も上陸したいというような意向は伝えましたけども、まあ、それは国として今現状では認められないと、まあ、歯がいいですね、はい、自分たちの行政区域ですので、まあ、基本的には自由にというか要請してですね、その都度その都度上陸できればですね、島としてしっかりと管理することもできると思ってます。このアジアの緊張度というかね、いろんなその中国、まあ、北朝鮮ですかね、で動きを見てるとやっぱり日本のね防衛力の弱さというのを感じるわけですよ。
まあ、中国はこの、10年以内で20倍とかね、大変なこう軍拡をしておりますので、それにですね対抗して、やるというわけでもないけども、やっぱり相手があることですから、私はまあ外交でやるべきだと思うけどもね、話し合いの中で。しかし、まあ、実際見てるとなかなかこの話し合いだけではうまくいかないと。やっぱり自分のところのパワーがないと、後ろにパワーがないとね、できないと。経済力と軍事パワーがないと相手と交渉できないということですので、その必要度は十分感じております。あのですね、島民にとって平和なんですよ、ずっと、ね、そしてあの中国の船だって、ね、誰も見たことないですよ、まあ、ニュースで知るぐらいでね。しかし、まあ、中国は今戦略的にですね、第一列島線、第二列島線とつけてですね、沖縄本島と宮古の間をこう太平洋を抜けたりしたりね、いろんな演習をしてるわけですね。まあ、潜水がこの石垣島と多良間の間をですね、領海侵犯して通ってみたりですね、与那国近海までこの中国のね船とか来るわけですね。まあ、自分の国を守るということがね最大のですから、別に中国にね戦争を仕掛けるとかそういうことは考えていませんので、5、600名ですから、あそこのまあ石垣のまあ中央の真ん中の方にね基地を作りたいということですね。別に大きく変わるってことはないんじゃないですかね。あそこに基地があるから観光に行かないという聞いたことない。逆にあの基地があるとね、あの守ってくれると、そして災害の時もちゃんと対処してくれるという安心感がある。あのターゲットにされる前にね、ターゲットにさせないあのことをやることが外交ですから。まあ、国といいますか政府はですね、本当に着々とあの石垣島への自衛隊配備を計画通り進めているという印象を受けました。まあ、場所もですね、その後その海南の南というふうに知らせられたんですけど、本当に、住民に知らせないようなやり方でやってきたんじゃないかなと今は思っておりますね。これまでこの島はね、本当に平和の島だったんですよ。平和の島なんですよ、今でも。で、ようやくこのところ新空港もできて、観光方面ですごく飛躍的に伸びてですね、活気のある本当に東洋のハワイのような感じの島になりつつあるんですけど、そういうところに降って湧いたようにですね、自衛隊配備中話が持ち上がって、本当にたまんなく嫌ですね。まずあのやっぱり自衛隊基地といいましても、やっぱり軍事基地の一部ですのでね、戦争するための準備だとしか捉えられないと。基地があるおかげで、攻撃の対象になり得ると。対岸からの、あの中国本土からの攻撃だってそうあのあり得ると思うし、もうあっという間に八重山は壊滅的な状況にはなると思います。八重山の 5万人の人にその国防の責任を負わすんですかと、それはおかしいじゃないですか。基地配備を推進する方々たちに対してどんな意見を持ってますか。いや、根本的にはね、あの要するに、人の幸せを願ってのことだろうとは思うんですよ。ただその生き方が、その方向がですね、まあ、有事の際って言うんじゃないですか。で、有事って何ですか。有事っていうのは日中戦争を有事って言ってるんであって、その日中戦争がないところの方向、反対の方向に何もない日中戦争なんか起こらないっていう方向があるんですよ。まずはもう対話からしか始めないんじゃないかなと思うんですよ。これから市街地から離れた場所に住まわれている方々の意見を聞きに行きたいと思います。どうもこんにちは。すいません、雨の中。いやいや、もう追い込みに入ってて。ああ、そうなんですか。はい。失礼します。
まあ37、8年前に最初この島へ来た時はもう天国みたいでしたよ、この島は。うん、だからね、まあ、何かあるたびにここの上ヘリが飛んで行くんですよ、尖閣諸島に。だからまた出てるなとか、みんなは反対してると思いますけど、本当は一回来てしまったら取り返しつかないですよね、もう。どこの与那国もそうですけど入ってるけど、なんかいやまだまだ静かな島なのにもったいないね、思います。こんなちっちゃい島まで来てからそれに何百人も入ってきますよね。そしたらやっぱりその家族とかも住むじゃないですか、一緒に。最後に残された島やのにどんどんいろんなものが入ってくるから、まあ観光産業も一つですけど、新空港ができたのもちょっと残念でした。本当ですか、うん、皆さんのお声がちゃんと市長さんに届けられる。届いてないですよ、全然全く届くわけないじゃん。聞こうとしないからね。もうまあ私らは知ってるから会ったら、はい、こんにちはとは言うけど、だけどね、結局もう500人入ってきたらそれだけ島がまた違うけれど、いや、その反面自然が壊れるのはもう確実に壊れるし、ここみんな旅行者って自然を見に来るのに、ドライブしてて、わーってなった時に、ポンって自衛隊のものが、石垣にあったら、あれって思うし、夢を多分壊れるだろうし、守ってもらいたいのもあるけど、これで、だって、中国が何かあって戦争になったらどうなります？こんないいところの島が自衛隊が入ってきたばかりにって思ったらちょっと怖いですよね、今。だけどやっぱりそうやって生活してしだしたらやっぱり友達もなりますよね、どうせね、みんな一緒にそういう生活に多分なっていくと思います。うん、普段来ないです。だけどここまっすぐ行くと、なんだっけ、すごい綺麗な展望台というか、地元しか知らないんですけど、海がすごい見渡せるところがあるんですよ。ここでドライブコースぐらいかな、来るのは。向こうのもう一つ向こうの道通るから、でも光楽園がこっちみたいな、全部みんな見えるっていうことはね、ここら辺は考えられないですけどね、こんなところを全部壊してしまってからっていうのはね、うん、もう仕事で自衛隊として来られる方なんで、まあ、その中でも石垣島が好きで思い入れがあって来られる方もいれば、仕方ない仕事だからって言って来られる人とはやっぱ考え方も違うし、それでまあないとは願いたいんですけど、島を汚したりとか、まあ風紀を乱すっていうんですかね。ここあたりはなんか結構パイナップルとかキビの土が合うということで、なんかパイナップルの一等地とかも言われているところなので、この石垣島のその特産品の土地を壊してというか崩してまでそういう基地配備をするのはちょっとどうなのかなって正直聞いた時は思いました。候補になってるのはもうこっちの境界線から向こう側ですね、ここが今ここです、ジュマールで、ですね、ちょうどこの辺ですね、この辺がその予定地ですね。
もう本当にすぐ下です。下、あ、下なんですね。そうそうです。まあ近くっていうよりも、これは多分、今尖閣問題とかいろいろもう大きい、まあ、中国ですね、まあ、はっきり言って中国の、脅威が多分迫ってると思うんですよ。だから、まあ、候補地の近くではあるんですけど、石垣にはやっぱり自衛隊は必要だと思いますね。まあ、地震もありましたね、東北の方で、まあ、ああいった時 の、 その自衛隊の、まあ、援助活動、まあ、これが、その有事に限らず、逆にこういう災害、自然災害なんかでも逆に近くにいれば心強いとは思いますよ。こういう、山の付近で働かれたり住まわれている方でしても、はい、やっぱりその中国の脅威って感じたりしますか？ああ、これは、はい、どんなだろう、やっぱりメディアですよね。まあ、沖縄のマスコミ関係は多分あまり報道しないですよ。だからネットを見れる方々は分かると思います。フィリピンも、ね、米軍出てけって言って出た途端もう南沙はもうほとんど中国の方来て今騒いでますよね。だからクラーク基地がなくなっただけでもああなるっていうことはやっぱりあるだけでもう守られてるっていう雰囲気はあると思います。私の漁業のスタンスプラスまた尖閣今いろんな形で大きなクローズアップされてるんですけどね、自衛隊配備あってもちろんしかるべき、抑止力の防衛をねしていただきたいなと思っております。防衛のこのスタンスをね整備しないと結局今現実なのに起きている中国の脅威論というのはですね話し合いでは到底解決できるものじゃないと思うんですね。脅威というのはですね今現実なのに起きているのを皆さんご存知と思いますね。尖閣諸島で昔漁業をしていたスタイルがですね今できなくなったんですね。そのことはあんまり大きな表に報道されておりませんよ ね、 ね、それが第一義的な経済の脅威なんですね。そこから発症するのが今毎日12回で入って領海侵犯を起こしておりますよね。それがまさにね大きな脅威論なんですよ、うん。反対派の方々の考えたちどう思われますか？それはね、はい、もうそういう考えの人はそういう考えでね、はい、結構なんですね。ただ全体的の平和を守るという根本的な考えが違いますからね、議論が噛み合わないと思うんですよね。皆さんがおっしゃってるのは抑止力がなくても平和を保てると言うんですけど、そしたら実際の平和を保つためにはですね何が必要なんですかって言ったら対話と言うんですね。ね、本当に対話ができるんですか、誰がやるんですかっていうことなんですね。来るとしたら500人から600人規模 の、はい、自衛隊員が派遣されるわけになるんですね、はいはいはい、でそうするとそれなりの何でしょう、経済効果が生まれるっていう考えもあるんですけれども、はいはい、どう思われますか？どうなんですかね、一応商売してる人自体はちょっと、はい、やっぱり気にはしてると思うんですけど、まあ、遊ぶところが多分全然少ないんで、この三崎町のこの町が、はいはい、遊ぶとこってなってるんで、結構僕は潤うかなと思ってます、ね。なんで一応基地自体はいるのかなとは思うんですけど、まあ、でもやっぱり何かあった時に守ってくれるような人がいないとちょっと不安な部分もありますよ。そういうトラブルがその起きた時にその怖いっていうのはあるけど、まあ、町がまたそれでちょっと活性化するんであれば、まあ、そういういいとこもあると思うし、その、まあ、両方なんかこうどっちがいいとか悪いとかの意見はないですね。
際に石垣市、石垣島に住んでて、その中国、台湾からの脅威とかって感じられますか？いや、全然ないですね。はい、あの普段の生活の中では全然そういうのを意識することはほぼないです、はい、やっぱ外人のお客さんがよく来ますよね。はい、よく来ますよ、うちは。全然そういうなんか政治的な絡みとかそういうののトラブルは全然ないですね、はい。インドネシアどこから来られるんだろう。ジャワ島。ジャワ島、非常自衛隊の基地が置かれるかもしれないという話になったんですけども、それについてはどう思われますか。できたら後方がいいと思うし、なくてもいいし。皆さんはあります、なんかその寮に出ていて、やっぱその中国台湾戦とか見えます。多分見えます。たまには見えるよ。あ、本当ですか。こう追いかけてきたりします。あんなことはないけどよ、はい、今はあれかな。だからスダンチの船も回るから、はい、スダンチの船も回ってるからよ、はい、その実際にその中国でしたり台湾からの船からこう圧力でしたり何かしら あのプレッシャーを感じてるってわけではないんですか。プレッシャーというよりはもう操業できないような状態だから、はい、だけどまたあっちの方はそうだけど、あの尖閣の近くはあの内側でやるでしょ、はい、中国船は外側にいるでしょ。外側というか、はい、石垣寄りではないですよね、はい、うん、反対側です、うん、その辺に関してはあまり気にもならないけど、こっち側に入ってくる船に関して、はい、操業の邪魔になるという形になるわけです。なるほど。そしたらそのなんか追いかけられたりなんか、南側ではあった、あれは、はい、また台湾が行ってる、はい、あの何漁業の境界線と、はい、日本が行ってる漁業の境界線が重なってるもんだから、そこで操業してたら台湾のコーストガードが来て名を上げようとやった時に、こっちは台湾の漁船、あ、台湾の領海ですって話で、だけど波照間から20マイルぐらいのところよ、なんで20マイルのところが台湾のところかっていう主張するのかがもうわからんさ、はい、海上保安庁がボンボン動いてるからまだ安心ではあるけど、怖いではあるさ。公式にあの自衛隊配備の要請されたと思うんですけども、それに対してどう思われますか。これは十分賛成するんだけどね、こっちは。まあこの辺はいろいろあるはずだけど、人によってはだけど、こっちとしてはそれで普通じゃないかなと思う。国境沿いにあのこの守る人たちがいないこと自体がおかしい、もともとはと思う。石垣に来てどれぐらいになるんですか。もう半世紀余るよ。半世紀。僕の考えはね、やっぱり平和の島ね、うん、やっぱりまあ兵隊はやっていいけどさ、しかしやっぱりいろんなの問題出てくるわけですよ。ね、なるほど。やっぱりこんな平和の島にはね、やっぱり国民はあの今の政治は聞いてないでしょ。自分やろうとしたらすぐやるから。お互い仲良くしたら何もいらないの。権力するから、お金やるから悪いわけよ。なんで今までは与那国、石垣、この日本ネットは自衛隊も来ないのに、なんで今来るかと思うんだよ、ね、うん、お互い感情まだ悪くなる、うん、なんで中国と一生仲良くしてる、一生懸命働いて、うん、国みんな仲良くしなさいよって言わないの、うん、今台湾人でもう帰化した日本人から、僕はね、まず中国取っても日本取っても何のため取るかと問題わけよ、うん、
ね、何のあんな小さい島通ると、何かあるんですよ。台風でやられてね。ああ、はい。全部。全部持って帰ったんですか、屋根。昨日の新聞ですかね、はい、なんか近くに概ね決めたと。あ、そうですね、はいはい、あれびっくりしてますよ。本当ですか。僕はずっと端っこの方と思ったんですよ。ここの集落の人が自分の畑も隣接してると、うん、怖いということで、ね、本音としては怖いと、うん、自衛隊の基地じゃなくて、はい、まあ、いわゆる寒い日は寒いところか北海道とかああいうところの方がここに来て保養できる施設をね作ってくれるような話分かるんですよ、平和でね。先ほどちょうどその台風のお話があったんですけども、はいはい、そういう自然災害があった時にすぐ対処ができるみたいな意見もあるんですけども、それについては、はい、今なかってでっかいのがあっても、はい、そういうことも何もなかったですよ。あ、そうなんですか。ええ、別に今その確かに、まあ、私のところ越してやられたけど、はい、でも結局誰がどうしてくれるわけでもないし ね、救援活動があるわけじゃないし、一旦何かあった時にいる、まあ、彼にねお隣さんがこう来たと言ったって、もうそれはもう戦争だからね、真っ先にやられるのはもう決まってますから、そういう時に救援なんてありえないしね。基地配備されたとしてもメリットはないっていうか。私はないと思います。人口が増えたというだけで、おそらく水道は必要だし、人海処理も必要だし、これはもう市の金でやらんといかんしね。だからかえって逆に金出る一方だと思いますよ、市から。もし軍隊、まあ、自衛隊配備するなら悪いけど尖閣にやってこっち。今のその事業といいますか農業に何か影響すると思いますか。僕は影響はしないと思います。隣接してるから怖いとかいう精神的な面はあると思いますよ。やっぱその観光する人にとってやっぱ不安だったり、なんでしょう、なんか来なくなる要素になったりするんですかね。そういうのは今の日本人にはないと思いますよ。もう一時騒いでもすぐ忘れる民族ですから、はいね、だからね、一時やってもね、いざもう物ができてしまったらもう仕方ないだという感じになって、別に観光に来ても、うん、あ、そうか、あそこにあるんかという程度 で僕なんかも、うん、いろんなところに行って自衛隊の基地があっても別にどうと思わないもんね。本当に日本の南の端っこですけどね、私たちも日本の国の一部であって、自分たちの地域益だけではなくて、全体の国益というものをしっかり考えないといけないと思うんですね。で、自分たちの場所でさえ良ければいいという形になると、それでもし国益が損なわれるのであればですね、それは最終的に自分たちにとってはマイナスになりますので、まあ、そういった考え方に基づいて、まあ、例えば安全保障の問題であったりとか、まあ、尖閣の課題であったりとか、そういったものも大きく考えないといけないなというふうに思っています。もちろん自衛隊自体が日本を守るという、まあ、基本的には専守防衛ですのでね、どこからも攻められない状況を作る、まあ、専守防衛というか攻められてきた時に守るという意味じゃなくて、ここに配備もしくは与那国島に配備するというのは国全体が安全保障を考えた上において、ここに置くことによって日本が攻められない状況を作るということが私は優先だというふうに思ってます。その意味においては今回自衛隊石垣に配備という話になってますけど、これはしっかりと話し合いのテーブルについてね、どういう状況でどういうものを置くのかということを確認しながら、それをまた確認したことは市民の皆さんにしっかりとお伝えして、住民の市民の皆さんの理解を得た上でね、
判断をしたいなというふうに思ってます。基本的に住民投票は考えてません。はい、やはり私が選挙出る時も自衛隊の配備に関しての考え方は、しっかりと話し合いに手をついて、それを市民の皆さんにオープンにして、議論を重ねた上で判断しますという話をしましたので、選挙公約の中に住民投票という形では出してないので、そういうその自衛隊に関しての話はそれで出した、私が当選させてもらいましたので、その方針でいくということですね。